い、ということで、カタサンパ始まりました。今回のカタサンパはですね、新潟県加茂市やってきております。加茂市は、そうですね、あんまり新潟は景色があんま変わらないのかな。ちょっと新潟市の方にいたらまだ分かんないですけど、ちょっと今のところ加茂市何も分かんないんです。何かあるかもしれませんね。行きましょう。はい、ここはね、農園で田畑さん、やってきましたけど、これが西村農園っていう名前で、俳優の西村元樹さんの、実家がある、この辺なのかな、これどこか分かんないですけど、はい、この辺、梨が、何の木か分かんなかったんですけど、梨がいっぱいこう、なるという、梨の木がいっぱいあるという、いろんな梨ができるらしい。鴨川、やってきました。ここね、600体の軍勢が一気に敵陣に攻め入る、そんな様子が描かれておきます。全軍進撃です、これ。すごい量だ、すごい量。これやばいよ。見てください、この色とりどりの。はい、鴨市はですね、マカロニ、パスタとかで入ってる、マカロニ、パスタじゃないな、グラタンとかに入っているマカロニ、あれの発祥の地らしいですよ。で、ここが、パスタミスタっていう、マカロニチップスの店なんです。これは食べるのかな？食べない。食べない。食べる。食べます。行きましょう。はい、パスタミスタさんのね、お姉さんの一番、お気に入りのブラッキーいただきたいと思います。あ、うまっ。お酒飲めないけど、合いそう。わかる？うまい。はい、ということで、鴨市散歩させていただきました。鴨駅、やってきておりますけど、鴨はやっぱりマカロニ発祥の地というのは僕知らなくて、ちょっと感動しました。あ、ここから始まったんだと思って、全国のマカロニ。ありがとうございました。